ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木の内田です。本日は木津川市梅峰にございますゴアシャトレーのお部屋を紹介させていただきます。こちらは 3DK のお部屋を 2LDK に改装しておりますので、リビングが広くて人気の間取りとなっております。それでは早速中を見ていきます。まずこちらがリビングとダイニングキッチンのスペースとなっております。しっかりとした広さがございますので、ダイニングテーブルやソファーなどもしっかりと置いていただけるようになっております。こちらリビング側がバルコニーとなっておりまして、こちらですね、このように広々としたバルコニースペースとなっております。向きも南向きですので大変明るくなっております。そして、こちらの扉を開けていただきますと、旅行の洋室に行けるようになっております。こちらのお部屋も先ほどと同じように南向きとなっておりまして、大変明るいお部屋となっております。また収納の方もこのように大きなクローゼットがついておりますので、フックをかけていただいたり、上には物を載せられるようになっております。次はキッチンを紹介させていただきます。キッチンは、使いやすいオープンタイプのキッチンとなっておりまして、シンクもしっかりとございます。調理するスペースもしっかりとございますし、こちらには2口のガスコンロを置いていただけるようになっております。収納も上下にしっかりとございまして、上の収納となっております。そして下もこのように収納となっております。また冷蔵庫はキッチンのすぐ横に置けるようにしっかりと場所が準備されております。またリモコン給湯もすぐ手の届くところにございますので、温度変更などを簡単にしていただけます。そしてこちらキッチンの後ろのスペースを見ていただきますと、少しくぼみをつけておりますので、食器棚などを入れていただけるようになっております。またその横にはこのように中が3つに分かれている収納もついておりますので、たっぷりと物を入れていただけるキッチン周りとなっております。そしてこちらのお部屋にはモニター付きのインターホンがついております。このように大変綺麗なカラータイプとなっておりますので、防犯面もバッチリです。それではその他のお部屋を紹介させていただきます。まずこちら進んでいただきますと、共用廊下側のお部屋となっております。こちらのお部屋もこのようにしっかりとした広さがございますが、おすすめポイントはこの奥の収納となっております。このように大変奥行きがある収納となっておりますので、物をかけていただいたり、床の方にも物をしっかりと置いていただけるようになっております。そしてこちらにウォシュレットタイプのお手洗いがございます。次は洗面所とお風呂の紹介です。こちらお風呂のスペースですが、十分な広さがございますので、ゆっくりとくつろいでいただくことができます。お風呂出ていただきますと脱衣所がございまして、独立の洗面台と室内の洗濯機置き場となっております。最後は玄関のスペースですが、玄関にはこのように大きな下駄箱がございますので、靴もしっかりと収納することができます。はい、それではお部屋の紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸の正木のホームページをご覧ください。奈良のもてなし奈良心、賃貸の正木では皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。